こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画ではネイビー最強説というテーマでお話をしてみたいと思います。お店に行くとですね、いろんな服が並んでいるんですが、一つの T シャツにしてもですね、カラーバリエーションってめちゃくちゃ広いかなと思うんですよね。例えばこの動画の中で何度も出てきているですね、ユニクロ U のエアリズムシリーズもですね、ものすごいカラーバリエーションがあるんですね。その中でじゃあ僕たちは何を選べばいいのかって結構ですね、悩みがちなのかなと思っています。まあ、そんな時に僕たち30代40代の男性はネイビーを選んでおけば間違いないんじゃないかということで、今日はお話をしていきたいなと思っています。まあ、僕自身ですね、ネイビーという色が大好きで、今まで書いてきた本の中でもネイビーをお勧めすることが非常に多かったかなと思います。なぜ僕がここまでネイビーを推してるのかというと、まあ、いくつか理由があるんですが、まあ、色の中にはですね、様々な特徴があるんですけども、大きくばっくりと分けると明るい色と濃い色、暗い色というものがあるんですね。この2つどちらを優先した方がいいのかというところなんですが、まず軸足として濃い色を選んだ方が着こなしがシャキッとシャープにまとまりやすいので、やはりですね、まず最初は濃い色、暗い色というところをベースにしながら全身のカラーというところを考えた方が初級編としてはやっぱり入りやすいんですね。一方で明るい色、白だとかベージュだとか差し色のような色ですね、こういったもので全身をコーディネートするのはやや難しいんですね。あくまで階段があって、まずは濃い色というところをマスターしたら少しずつ明るい色を取り入れて、そのうちですね、全身を明るい色でコーディネートするというところもトライをしてみるのもいいかなと思っています。あくまで軸足は濃い色の方がメンズファッションはまとまりやすいかなと思っています。で、濃い色というとですね、いくつかバリエーションがあるんですけども、代表的なのが黒とネイビーとそしてグレーの3色なんですね。この3色が濃い色の中でも代表格なのかなと思います。それぞれの色にはですね、特徴みたいなものがありまして、まあ、ブラックというのは基本中の基本かなと思います。多くの方が濃い色といったらブラックを選びがちなのかなと思っています。それぐらい馴染みの深い色ではあるんですが、まあ、黒というのはシャープでシャキッとしたイメージになるんですけど、この色だけで全身を構成すると結構ですね、暗くて重い印象になりやすいんですね。そういう意味では黒というのはなんとなく選ぶような色ではなくて、効果的にここは引き締めたいなという時にピンポイントで使ってあげるとすごく便利な色なのかなと思っています。なんとなく黒を選びがちだという方も多いかなと思うんですが、ちゃんと戦略的に黒を使えるようになった方がこういった色というのは使い勝手がいいのかなと思っています。あともう一色グレーという色もあるんですが、この色も濃いめのものとしてはすごくですね、メジャーな色だと思うんですね。グレーという色はちょっと落ち着いた渋みのある色で、うまく使えると大人っぽく見えたり信頼感を出すことができたりするんですね。主にスーツスタイルなんかはグレーを使うことも多いかなと思うんですが、大人っぽい雰囲気だとか重厚感を出したい時にはグレーはめちゃくちゃ便利なんですけど、その一方でグレーって失敗するとおじさんっぽく見えやすいっていうデメリットがあるんですね。ですのでグレーっていうのもなんとなく適当に選ぶっていうのはちょっと危険な色なのかなと思っています。そして今回ご紹介するネイビーという色なんですが、これはどういう色なのかというと、ブラックですとかグレー同様に濃い色ではあるんですが、ブラックよりは少し明るめの色で、色全体にですねちょっと丸みがあるようなイメージなんですね。ブラックほどはシャープすぎないんだけども、しっかりと濃い色として機能はしてくれると。そして着るだけでなんとなく清潔感みたいなものも表現できるので、まあ、濃い色の中では一番使い勝手がいいのはネイビーなのかなと思っています。まあ、先ほどもちょっと触れたんですが、グレーという色もスーツスタイルでよく使うんですが、ネイビーというのもスーツスタイルにおける鉄板のカラーかなと思います。それぐらいですね、メンズファッションにおけるベーシックなカラーとしてネイビーというものは位置付けされているので、皆さんにもですね、ぜひ積極的に使っていただきたい色なのかなと思います。特に深く考えずにどの色を選ぼうかなと思った時にはネイビーを選んでおけばそんなに大きな失敗はないのかなと思っています。まあ、僕自身もですね、ネイビーという色が大好きで、今までたくさんのネイビーの色を買ってきたんですね。まあ、その中でもですね、今回皆さんにご紹介したい3つのネイビーのアイテムを持ってきたので、この後ですね、皆さんにご紹介をしてみたいなと思っています。このチャンネルでは30代40代の男性に向けてメンズファッションの基本を分かりやすく解説していますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速1つ目から解説をしてみたいと思います。僕の持っているネイビーのアイテムの中で一番よく使っているのが、今実際に着ているこちらのジャケットですね。
ネイビージャケットというのは僕の着こなしの中では間違いなく一番重要度の高いアイテムなのかなと思っています。さまざまな色のジャケットをこれまで着てきたんですね。もちろんネイビーというものはよく着ているんですけども、その他にグレーですとかブラックですとかベージュですとかブラウンですとか、さまざまな色にトライをしてきたんですね。まあネイビー以外の色もですね、それはそれで新鮮な感じがしますし、旬な雰囲気も取り込めるのですごく良かったんですけど、なんだかんだでいろんな色を試しながら最後に帰ってくるのはネイビーなんですね。もうネイビーのジャケットというのは基本中の基本で、この一着があればさまざまな着こなしにも使い勝手がいいので、ものすごくですね重宝するアイテムなのかなと思っています。今ではいろんなジャケットの色を経験した上で、もう今後はですねネイビー一択でいいんじゃないのかなというふうに思っています。今僕が着てるのは去年購入したグリーンレベルのオリジナルのものなんですが、これはこれですごく気に入っていまして、ネイビーといってもですね、明るめのネイビーから濃いめのネイビーまで結構広さがあるんですね。濃いめのネイビーというのはほとんどブラックのような見え方をするんですけども、明るめのネイビーというのは今僕が着ているようにちょっとブルーっぽさが感じられるような色なんですね。まあ、こういったネイビーであれば特に春夏にすごく活躍してくれるかなと思っています。まあ、その他にもですねネイビージャケット3着持ってるんですが、まあ、それぞれでネイビーの色の濃さが違うんですね。春夏っぽいネイビーから秋冬っぽいネイビーまであるんですけども、このネイビーという色の中でも様々な見せ方の違いが出せるので、僕は今後もですねネイビー一択でジャケットを選んでいきたいなと思っています。まあ、このネイビーのジャケットが1着あれば着こなしがすごく楽なんですね。これもまたネイビーの強みでもあるんですが、ネイビーっていろんな色との相性がいいんですね。例えば今僕はネイビーのジャケットの下に白の T シャツを着ていますが、この T シャツをグレーにしてもいいかなと思いますし、あとは意外とですねブラックのような濃い色で合わせてもバランスが良かったりします。ネイビーとブラックというような2つの濃い色の合わせ方は僕は結構好きでよくやるんですが、ブラック一色で全身をまとめるよりも少し色の差が出ることでおしゃれにも見えやすいかなと思いますので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っています。その他にも上のジャケットをネイビーにして、ボトムスをカーキだとかオリーブのような少しですねくすんだ色を取り入れるのもバランスが良かったりするんですね。考えれば考えるほどネイビーと合わない色ってほとんどないのかなと思っています。ベーシックな白だとかグレーだとかブラックにも合うし、少しくすんだカーキ、オリーブ、ベージュなんかにも合いますし、差し色とも相性がいいので、そういった意味ではいろんな展開を作りやすいんですね。ですので皆さんもネイビー系のジャケットというのはぜひ持っていただきたいなと思っています。はい、そして続いて2点目なんですけども、こちらに持ってきているのがパンツですね。ネイビー系のスラックスというのは僕は大好きで、これも複数用意をしています。僕はディストリクトユナイテッドアローズというお店が好きで、ここのオリジナルのパンツを愛用してるんですが、この同じ形のネイビーパンツだけで全部で4本持っていますね。ボトムスの色をネイビーで引き締めて上半身をちょっと明るさを出すという着こなしが結構好きなので、僕はこのネイビーのパンツに上半身は白の丸首のニットだとか、あとはグレーのニットなんかを合わせることが多いですね。ボトムスの色を引き締めて上半身で明るさを出すという着こなしにはめちゃくちゃ重宝するので、1個あると便利なのかなと思っています。確かにですねブラック系のパンツで引き締めるのもいいかなと思うんですが、ほんのりこういったネイビーで明るさを出してあげることでちょっとした柔らかさみたいなところも表現できるので、1本あると便利なのがネイビーのパンツなのかなと思っています。まあ、ディストリクトユナイテッドアローズはなかなか近くにはないかなと思うんですが、ユニクロですとかグローバルワークでもネイビー系のパンツというのは結構あるので、ぜひ皆さんにも買い揃えていただきたいなと思っています。はい、そして最後3点目なんですけど、こちらのアイテムですね、スニーカーになります。まあ、このような足元にもですねネイビーを持ってくるとかなり引き締まりが出るのかなと思っています。まあ、こちらもうかれこれ4年ぐらい履いてるんですが、ものすごく気に入ってるスニーカーになりますね。まあ、こちらレザースニーカーになるんですが、まあ、ブラック系のものに比べると少し柔らかさが出せるのかなと思っています。まあ、ネイビーの中でもですね結構黒に近いような引き締まったものを選んであげると足元に来た時にもですねすごくバランスがいいかなと思いますので、ぜひこういったものもですね頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。はい、ということで今回は僕の私物の3つのネイビーのアイテムをご紹介させていただきました。まあ、その他にもですね T シャツですとかニットですとかシャツですとか様々なアイテムで僕はネイビーを揃えています。おそらくですね帽子からジャケット T シャツニットシャツ長いパンツショートパンツバッグまであらゆるアイテムで僕はネイビーという色をコンプリートしてるかなと思います。
それぐらい鉄板の色であり、何度も何度も買いたくなるのがネイビーという色なのかなと思っています。ただあんまりにも僕はネイビーを買いすぎてしまって、ちょっと飽きてしまった部分があるので、最近はブラック系のアイテムを買うことも多いんですけども、このブラックとネイビーという色はどちらもすごく重要度が高い色で、それぞれを行き来しながらですね、僕は楽しむようにしています。ぜひ皆さんにもですね、色で悩んだ時にはいつも選びがちなブラックに逃げるのではなくて、ネイビーというところを使いながら少し柔らかさを出してあげたり、シャープな雰囲気というところを楽しんでいただきたいなと思っています。僕はこれからもネイビーという色をずっとですね楽しみたいなと思っていますので、新しく買ったものがあったらこちらの動画でもご紹介してみたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。